皆さんこんにちは、賃貸のまさきです。本日は天理市にありますブライトレジデンス1階の部屋に来ています。まずこちらの方が広々としたキッチンになっていまして、こちらのキッチン大きなシンクがありますね。浄水機能も備え付けられています。そして収納がたくさんありまして、上にも下にもたくさん収納できるようになっています。さらにこちら床の方にも奥行きたっぷりで床下収納があるので、たくさんの調理器具や食材なども置かせていただいてます。そしてこちら床の方はフローリングになっているので、とても住みやすくなっています。そしてこちらお部屋の方にはエアコンが備え付けられていまして、こちらのガラス戸にも少し特徴があります。こちらヘアガラスになっていまして、結露がつきにくくなっています。さらにこちら防犯シャッターも降りるので、結露対策、防犯対策バッチリのガラス戸になっています。こちらの方にも窓がもう一つありますね。こちらフローリングが降りるようになっています。とってもおしゃれだと思いませんか。そしてこちらのお部屋にはさらにカラーのモニター付き、インターホンやリモコン給湯などとても便利な設備が揃っています。ではこちらの扉から続けていってみましょう。こちらまっすぐ廊下が続いていますね。こちら一番手前の扉はトイレになります。ウォシュレット機能付きで、ちょっとした棚も付いているので、さまざまなものも収納していただけます。そしてこのまま廊下を進みますと、こちらがとても奥行きのある大きなクローゼットがありますね。こちらにたくさんのものを収納していただけます。とても便利ですね。続きまして、こちらが洗面所になっています。こちらの洗面所には、室内洗濯置き場や、このように大きなシャンプードレッサー、そして奥がお風呂になっています。こちらのお風呂、とてもスタイリッシュなお風呂になっています。青いアクセントパネルが特徴のおしゃれな、くつろげそうなお風呂ですね。こちらは追い炊き機能付き、浴室乾燥付きのとっても癒しの空間になっています。それではこちら続けていってみましょう。こちらの奥の方、右手にはまた扉がありまして、こちら洋室になっています。このようにゆったりとしたお部屋になっていまして、こちらの部屋にはとても大きなクローゼットが備え付けられています。じゃん、このように両手を使って開けることができるとっても大きなクローゼット、全然届かないですね。こちらに洋服すべて直していただけます。もうタンスこれでいらないですね。続いて玄関の方へ行ってみましょう。こちら玄関になるんですが、こちらの玄関には靴箱がこのようにたくさん靴を収納することができますね。そしてこちら左側の扉には全身鏡があるので、お出かけ前に全身も足元から頭の先までチェックすることができます。いかがでしたか。こちらのとっても素敵なお部屋、明るくて開放的なお部屋になっています。まだまだご紹介したいのですが、詳しくは賃貸のまさきホームページの方でご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援しております。ご視聴ありがとうございました。